白倉警察の中どうも天才人とナオキングです。バタンピアスの玉木女の人タクミの顔ちゃんワイナモスキラジーやボール蹴るよやるなお前殺すぞレッドカードです。はい大丈夫です。今回の企画101負けたら即罰金。おい今回も小説の方から来てくれた皆さん、面白い企画とかどうやった企画やるのでぜひ、チャンネル登録と高評価たくさんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ということでさっきの続きでバッティングの続きで今回はサッカーの101って1対1ですね。はい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 決められなかったらまた100円罰金。多分4回勝負だからそうだね2つ500円とか。なるほどね200円にしよう。じゃあ200円200円でまあトータルそうだねトータル3回ちょっと言いたいこと、いきなりバーンとかなし、ビーって1対1やん、で技で行ってフイってゴールするのが理想やん。うん、別に技じゃなくて技バーンでいいバーンでいいあ、いいやあ、なるほどね。オッケーオッケー、じゃあいいよ。何でもありやん決めればいいよ。え、あいつ何でもあるこうやってでもボコボコにしたらこれ、これブルーロックではないよ。オッケーいやブルーロックではない。いや、近いって動けんくなった相手の横でコーンはオッケー。あ、それはオッケーじゃん。オッケーや、オッケーボールと頭間違えて蹴るのもオッケー。オッケー、やろう。え、なにこれ、喧嘩バトルロワイヤル。まあ普通のサッカーのルールじゃない。まあちょっと時間もね、10分で限られてるんで、うん、やらな、やりましょう。 Here we go! グッパーで別れましょう。ここで、酔っ払いおるぞ。酔っ払ってる。これが日常です。これがオセロの日常です。皆さん暴力的な行動が行われ行け行け玉木。いや、来た来た来た。今どんな気持ち？あ、じゃあそっからそっからそっから。はい、じゃあ次ダム攻撃。あ。今の入ったことにしようか。いや入ってた。あれはゴールでしょ。いや入ってた入ってた。え入ってた。あれ1ミリ入ってました。まあ正直言っていい、正直座ってても入ってた。ちゃんとボール入ってたよね。半分ぐらい入ってなかった。でもあれ入ってた入ってた入ってた。あれは入ってた。こいつ笑ってるもん。こいつマジで入ってた。マジで。ということは今おいダモお前邪魔。これ抜くのむずいんちゃうの。いけるいけるいける危ない出てない。はいスタート。いいよ。いやアウトです。はいで次ダム攻撃。誰が一番負け？俺は負けてないよ。200円俺も200円200円400円400円あ、じゃあ600 600 600 600
あ、じゃあ同じか。同じ。じゃあ最終決戦。ビリ決定戦。ビリ決定戦。最後 PK ってことでいいんじゃん。あ、PK にしろ。最後 PK でいいんじゃん。最初です。じゃんけん、ほい。最後一緒。え、PK どこから？まあ、ここからでいいじゃん。近すぎやろ。これがさ、一緒。そう。ちょっと助走長い、助走長い、助走長いって。バグの顔面と交換したかった。アンパンマンじゃないのよ。アンパンマンじゃない。ぶつけたらカッパーだと思う。髪ないからガチやからな、こっちはよ。チンパーやから、チンパーガチ行くで。行きます。やばい、これはやば。これもう負けちゃう。シュートの威力でもう負けちゃう。まだまだもう一本。いや、今もう負けちゃう。本気で来いよ。 OK、 OK。何が決めるんだよ。これさ、本気だよ。こうしとくわ、こうしとくわ、こうしときます。もう二度と言う、もういいよ。あの危険行為なんでやめて。うわ、最後サッカーむずいっけ。動物園見たサッカーむずい。たくみがビリということで、なんぼ3千ぐらい。そんなに1600円かな。1600円。はい、1600円、罰金です。じゃあ方法はペイペイで、インスタの投稿にコメントしてくれた方に、3名、はい、送る。 OK、はい、です。了解です。はい、時間です。出ましょう。